さすが手配がいいですね、これ。初もといつ、これなんか仕掛けてきたことありますね。教託をさらいにという意味でも、チュンから切りました。そして文豪は、想図がまずまず多い。ドラの箔が孤立している。宮内もドラの箔が1枚。大平は一面つあります。今回はまずまずの手格好でした。文豪はちょっと手なりっぽいですね。まあ、さすがに染めに行く感じでもなさそうでしたね、今構え方見ると。はい、あんまり一色は見ないんです ね、 遠くの一色とかはあんまり見ないタイプですかね。みなさん、いい写真。おー、うまくなった。もう速攻で行く構えですよね、これ。はい、イーピンポンとかもあるんじゃないですかね。イーピンポン、あ、そっか、すみません、3ピン、ね、失礼、はい、1ピンポンはないですね。3ピン1かウッパーピン1ぐらいですね、はい、まあ、嘘とかももしかしたら泣くかもしれないですね、人によっては。あ、なるほど、はい、大平の手もまずまずいい形です。うんごはこれで2面つ。イーシャンテンですか。イーシャンテンですね。スチソーの。ここで総図が両面形になって、換算ピンを払っていきます。こうなると泣きたくなくなっちゃいますよね。ああ。いくら教託があるとはいえ、ちょっと両面地位はしたくないかなっていう。うん、宮内がドラを重ねました、うん、これでかなり前に出たくなる手格好になっています。このリャンマはどうするか。ああ、最初に見えますね。そうですね、まあ、ただやっぱりドラの箔が出てしまうのでってことですね、それを切ってまで残しておくような牌でもないということでしょうね、とはいえあのね、スーソー二度受けもまあ厳しいですもんね。厳しいですよね、そうですね、イシャンテンにこだわらないなら三層切りとかもあったんですけど、そうですね、はい、やっぱりイシャンテンが好き。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 さあ、大平がこれで四五郎のイシャンテンになりました。はい、おっと、引いた。しかしこれで宮内のポンテンも入る。はい。おお。文豪闇天ですね。これ一瞬闇天でこのポンが入ったことで、場合によっては折りということもあるか。さあ、しかし大平がテンパイが入りましたね。これはもう行きますね。はい。宮内は勘弁です、ね、大平はサブローピンのテンパイです。さあ、ここもテンパイだ。皆さんもテンパイが入った。位置いきますか。お、やめて。レアンさん、現物待ちですね。スーワン、これは宮内は通るが。中筋ですね、あと大平さんにも。すごい、4射ぶつかる。そうですね。あ、小さそうだ。文庫の上がりになりました。ピン譜のみですが、教託4本、線は1600で大きい上がりですね。大きいですね。そして大平さん、厳しいですね、毎回毎回。